ひとなみの街がくれたら色めき。何それや。風たちは運ぶわ、カラスと人々の群れ。気持ちいいですわ。意味なんかないさ、暮らしがあるだけ。叩くねえぞ。ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。ダケッキー。物心ついたらふっと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して。君の中にあるもの、距離の中にある鼓動、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ、二人を超えてゆけ、一人を超えてゆけ。忘れない恋心、いつまでも恋心。気持ちいいですわ。彼女はいつもミルクティーへ、駅のそばの喫茶店で新しいシャンプーとリンス、そして旅行の計画が話題。話をしたいけれど野暮な性格がバレちゃう。まずいどうしよう、他の子が邪魔する。こんな時妙に仲がいいよね。これが女のレタカなのか。困るね先生、とても。少し長めの髪揺らして、泣いているあの子を見た。何かな、何かな、何だろうな、涙かわいいやつ嫌いたい。親父に相談しようか。でも多分冷やかされるからやめとこう。どうしよう、授業の内容はこんな時全然使えません。厳しいね人生というのは、なかなか先生。とてもできれば一緒に踊りたい。キラキラと光を浴びて二人、本当は誰か好きな人がいること知ってるけれど。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、あ、お母さんからプロポーズした。そうだ、それ言ってもいいよ。え、そうなんや。え、なんでお父さんからプロポーズしんだ。あ、しようと思っとったんよ。ママが先に言ったらしい。言ってしまって、パパが、これから言おうと思っとったんに、つって、なんで男から言わせてくれんがん、つって、ちょっと怒っとった。そうなん。聞こえとらん？ママが先言ったんやね。もう結婚神経そろそろ、つって。あー、そうなん。指輪はどうやって渡したん？指輪、一緒に買いに行ったもんね。うん、あ、一緒に買いに行ったんや。なんかケーキの中にさ、指輪仕込んで、なんか、あ、指輪あったみたいな、ああいう感じじゃないの。くだらんことせんし。